昨年の1月にこんな動画をアップしました。三節の頃、佐賀県の鳥栖駅に温かいうどんを食べに行ったという話でした。かしわうどんがシンプルながらも、とにかく美味しい。寒い日に食べた、温かいうどんは、最高ですよね。しかも、いろんな、列車も、お店から見ることができます。さて時は、移ろい、今年も、夏がやってきます。そうなると、温かいうどんにも、せめて、爽やかさが欲しいですよね。ということで、うどんに、レモン。うどんに、レモン、合わないよなぁ、って思うでしょ。それが、意外と、いけるんだなぁ。しかも、タイミングよく、SL 人吉が、入選してきました。うどん屋さんの前には、SL ではなくて、定点が停車。レモンを、潰すと、酸味が、もっと、定点。SL を見送りながら、立ち食いって、なかなか体験できない。すぐレモン、ですよねー。相変わらず、ダジャレは、失敗。